はご紹介に預かりました弁理士の奥田桃子と申します。今日は日曜日のところいらしていただきどうもありがとうございます。私は以前受験指導していたことはあるんですけれども、今は完全に実務の方でやっているんですけれども、ただ今からお話しするように、私は弁理士の本流の仕事とは違って、他にいろんなこう、課外活動のような仕事をしています。でその最も主流が私の仕事では特許翻訳なんです。ですから若干特許翻訳の話が多くなってしまうかもしれませんけれども、弁理士になった後にこんな働き方があるということの一つの参考にしていただければと思います。簡単に私の自己紹介をしますけれども、私は東京都出身、東京の港区出身 でその後、5歳の時に横浜に行きました。でその横浜に行ったっていうことがとても私が弁理士になるきっかけになったことなんです。と言いますのは、中学高校時代と横浜の石川町にある中高一貫のミッション系の学校に行きました。でそこの学校というのは非常に当時ですね、外人がよく歩いてるんです。で朝も山手の駅からバスに乗ると外人がたくさんバスに乗ってきて、特にアメリカンスクールが多かったので、そういう子たちと、席が隣になるんです。でその時に話しかけられることが多くて、なんとかそういう人たちと英語で話したいと思って、それで中高時代から、一生懸命英語の勉強をしました。で当時100万人の英語とかですね、たくさんの英会話番組が、夜ありまして、で私は学校から帰った後も他の勉強というのはあんまりせずに、英語の勉強ばかりして、で英語がなんとか話せるようになりたいということをいつも思ってました。でそのように英語に興味を持った、ことがきっかけとなって、高校時代は絶対に将来国際的な仕事をしたいと思っていました。でも国際的な仕事といっても、その頃何かよく分からなくて、翻訳とか通訳とかそういうことを考えていたんですけど、それで結局今翻訳家になって、あまりその頃の思ったこととは変わらなかったんですけども、ただその間にワンクッション弁理士というものが加わってしまいました。で普通は弁理士っていうのは、理系の方がですね、あまり大学生は知らないんですけど、研究所に行ってからとか特許事務所に行ってから弁理士の資格を知ってでなりたいと思う人がほとんどです。私の周りの人はほとんど合格した時も9割以上の人はそういうルートをたどっていました。でしかし私の場合は大学で、なぜか法学部に行って、でそこで先生にいろいろ国際的な仕事っていうのを相談していた時に、ちょうどその先生がですね、アメリカの大学のハーバードに留学なさってたんですけども、そこで弁理士というものを、向こうのパテントアトーニーという資格を知って、であまり今それを目指している大学生がいないので、ぜひそれをやってみないかということをゼミ合宿の時に言われました。で実は弁理士の名前っていうのは知ってたんです。で私の父がですね、ちょっと目指した期間があって、ちょっと名前知ってたので、じゃあやってみようかって思って、最初は本当に私実は恥ずかしいんですけど、簡単な試験だと思って半年ぐらいで実は受かる気でいたんです。特に大学生ですから、考え方が甘かったっていうこともあるんですけど、半年ぐらいで受かる気でいたら、まず先生がとても甘いって言って、弁理士やってる人はみんな、 なんかゼミに入って予備校に入って、でその時はですね、10年選手もたくさんいたんです。でそれを現実を目の当たりにして、私はもう愕然として、もう大学在学中に受かるなんていうことはとても無理だっていうことを悟って、それで卒業してからもやる覚悟で大学の3年から始めました。でしかしこの2枚目のスライドにも書いてありますように、私はもう大学3年ではもちろん他志は惨敗しましたし、4年でも受かりませんでした。でこの大学の3年と4年というのはほとんど勉強をしていなかった期間ですので、あまりここはカウントしなくても皆さんもいいと思うんです。他志受かるまで3年もかかるなんていうふうには思わなくていいです。なぜかというと、このレックさんではもう1年合格の方今たくさん出てますし、あと私が合格した頃よりも、もう合格率は全然上がっているんです。私が合格した時はここに書いてるように合格率が3% だったんです。ですから全然じゃあこんなに長い間かかるんだっていうふうに思わないでください。
ただ問題はですね、絶対にこの頃は簡単だったんですね。論文では一行問題と言われて、何々制度について説明せよっていうような問題が多かったんですけど、今は事例問題がとても多いです。だそういう意味では問題は難しくなってるんですけど、合格率は上がっています。そして、今ちょっと受験歴話しましたけど、3回目で他試、つまりこれ卒業して1年目の時ですね、卒1の時に他試に受かって、その年は論文は全然ダメでした。まあ、奇跡が起こって論文に受かりたいと思いましたけど、やっぱり全然ダメで、次の年に最後まで合格しました。でこのように弁理士は当時非常に厳しかったんですけども、受かるのが、まあただこの頃はですね、就職はとても良かったんです。私が本当合格した、私女性でちょっと若干条件悪いんですけど、それでも最終的には就職、いくつかの事務所からお誘いがありましたし、でもっと男性であればもっともっとたくさん引きがあったようです。で、このように国際的な仕事を志したので、弁理士になって、で本当に私が予想していた通り、語学っていうのはもうふんだんに使うことができました。最初入った事務所ではドイツ語の専門の事務所に入ったんですけど、もう 90% がドイツのメーカーで、いきなり入った日からですね、もうドイツ語のレターの読み書きを、何もドイツ語知らないのにさせられて、夜はドイツ語学校に通ってくださいと言われて、事務所持ちで通った経験があります。でその事務所に5年間いたんですけど、最後はもう本当にドイツ語の読み書きっていうのは不思議なもんで、できるようになっていました。でその後ですね、私は実はちょっとこちらのレックさんでちょっとお世話になって、講師なんかもしたり、ここ の法律総合研究所でテキストなんかを随分作りました。でそこでテキストを作ったっていうことがですね、私今ちょっと執筆業をやってて、それを礎になっていると思います。いろんな制度を分かりやすく伝えるっていうことがですね、その時に非常に培われました。そして今ちょっといろいろ話しましたけど、私弁理士以外の仕事っていうのをすごくたくさんやっていて、その一つがですね、翻訳学校で教えてるんです。翻訳学校の講師でして、でなかなかそういう働き方してる弁理士って他にいないんですけど、まずバベル翻訳大学院というところで教えていて、そしてそこの関連の翻訳能力検定試験の試験委員をやっています。これは特許分野なんですけど、皆さんもぜひ受けられたら実はいいと思うんですけど、これ非常にいい試験で、これに合格するとですね、翻訳者として登録することができます。で4枚目のスライドに来まして、次 の活動としては、これは弁理士会にいろんな委員会がありまして、国際活動センターというところで今委員をやってます。でこれはですね、海外の弁護士の方々と、年中交流会があって、パーティーがあって、情報交換をして、で皆さんもそこで何かいい仕事が得られたらいいなって、私もそういう気持ちで行ってるという人もいるんですけども、いろんな日本の特許制度について、こう海外に対して提言するような活動をしています。で毎回判例研究をして、アメリカの最高裁の判例を一人の人がレポーターになって説明して、みんながそれを聞くというような活動です。で次の活動がフリーランス翻訳士、これが私のもう主流の活動なんですけど、今までちょっと10年以上翻訳者をやってきて、一応実績の上では3000件以上を訳しました。でしかも私の場合ですね、特許翻訳に限らずに、もう本当にいろんな一般的な翻訳をやってるんです。ウェブサイトを翻訳したりとか、メールとかですね、それも内容は全く特許ではなくて、普通の翻訳を、一般英語の翻訳をやってます。あとはですね、外国の事務所が、日本で、いろんなプレゼンをやることが多いんですけど、その時の資料を訳すっていう仕事とかですね、あと社内研修、これは特許ですけど、メーカーの、特許部の社内研修用の資料を訳すっていうこともすごくたくさんやってます。で、このように翻訳は結構たくさん の常に、あるような抱えているような状況でして、で翻訳会社を
通してほとんど仕事をもらってるんですけど、まあ、翻訳会社もですね、一番多い時は15社以上翻訳者として登録していました。で、翻訳者として登録する話はまたちょっと今弁理士の仕事なんであんまり言う必要もないと思うんですけど、まあ、トライアルというものを受けてそこの翻訳者として登録してもらう、そういう試験を受けてですね登録してもらうということをやっています。で、あとはまあ著書がありまして、で著書を書いているうちにですね、まあ、現代日本執筆者大辞典という辞典がありまして、まあ、ここにちょっと選んでいただいて載せていただけることになりました。これは5000人の著者がですね載っている辞典です。で、6番目の方としては私ブロガーなんですね。で、ブロガーといってもこれ自分でもブログやってるんですけど、その他にちょっとお金をもらってブログを書いてるんです。で、それがですね、英語で語る日本の特許実務、インターブックスという会社で、インターブックスという会社の翻訳会社のサイトに英語で語る日本の特許実務というものを書いています。で、これはもう5年間続けて毎週続けているので、投稿数はですね330を超えました。それと弁理士受験新報にヨーロッパ特許実務、欧州特許事情というものを書いています。そして、弁理士試験をやっていた時期が2年間あります。でも、このようにですね、弁理士の進路というのはですね、普通は特許事務所に行き、企業に行き、その企業もですね、今いろんな業種のところに皆さん就職してます。ちょっと先にお見せしてしまいますけど、こんなにたくさんの企業、これも本当に一部ですけど、私が知っている限りですけど、これだけの企業に弁理士が勤務しています。で、私の登録している翻訳会社にも弁理士の方はいらっしゃいますし、国際出願をやっている会社にも弁理士はいます。このように非常に選択の幅が広くてですね、私は企業に勤めていないですけども、企業に勤めると思ったら、非常にこう選択の幅は広いですし、いろんな業種に勤めることができます。そうですね。で、このようないろんな活動をしておりまして、で弁理士業界とですね翻訳業界、私は両方に足をこう突っ込んでいる状態なんです。で、その両者を見たときに、非常にこの業界が2つとも似ていると思ったんですね。どちらにいるのか分からなくなるほどですね、両者は似ています。というのはですね、まず弁理士業界は理工系出身者が多い。で、翻訳業界も同じです。しかも経歴もですね、皆さんも本当に似たような大学を出てて、大学院卒の方が多いです。で、弁理士業界の方はですね、侍業を好む人が多い。で、翻訳業界の方はですね、侍業ではないんですけど、やはり国際的な仕事がしたいという人、そして両方ともですね、マイペースで仕事をしたい、つまり個人プレー的な働き方を望んでいる人が多いです。そして弁理士会もですね、フリーランサーとは言ってもですね、完全にやはり組織なんですね。そう思うのはですね、弁理士、会というものがありまして、みんなそこ強制加入なんですね、弁理士になったら。そして会費も払わなければいけないですし、そしてそこの、会長を目指したりとかですね、副会長、常任を目指すっていう人もとても多いです。そういう組織の中でそういうことを目指す人も多いですし、あといろんな委員会があって、私が今国際活動センター属していると言いましたけども、他にも本当にたくさんの委員会があるんです。で、そういうところに入って他の人と、交流したり、海外の資格者と交流したりとかいうこともありますし、まるで組織なんですね。で、そういうところに属しない人たくないという人は委員会に入らなければいいんです。で、私も長い間委員会には入ってなかったんですけど、またちょっと弁理士の人たちと関わりたくなって国際活動センターに入りました。で、そのようにいいところは、またちょっと皆さんと接したいなと思ったら、何十年ブランクがあってもですね、そうやって戻してもらえるというところも非常にいいと思います。
そして翻訳業界もですね、完全にこれも組織なんです。翻訳業界の場合は強制加入の組織っていうのは一つもなくて、皆さんも自分で翻訳者と名乗って活動できるんですけども、ただ日本翻訳協会とかですね、いくつもの翻訳者の団体があります。例えばこのスライド7でですね、日本翻訳者協会 JAT、 今度大阪で6月の末に、国際会議があります。でそこで私行くことになって登壇することになってるんですけれども、このように他にもたくさんあります。でそのような組織に属して、そこの例えば理事になっている人もいますし、そのような活動の仕方もあります。でこのように非常に両者が似ている弁理士業界と翻訳業界なんですけど、なかなか両方に足を突っ込んでいる人っていうのはあまりいなくてですね、私はそういう意味では翻訳業界で非常に珍しがられています。なんで弁理士業界に行かないのとかですね、よく聞かれます。で今の弁理士業界の現状を話しますと、IoT 特許、フィンテック特許、 AI 特許などですね、ごめんなさい、技術の発達によりいろんな特許の新しい分野が出てきています。そして IoT 特許に関しては今本当に出願件数増えてまして、この後でご自宅で見ていただきたいと思うんですが、特許庁がですね IoT 特許の専門の審査基準を出しています。でそこにはいろんなIoT 特許、つまりモノのインターネットですね、いろんなものにですねインターネットを接続して、例えばウェアラブルなですね時計なんかをありまして、そこに、センサーがついていて人間の健康状態を常にジョギングの時なんかも、測る、でそして送信するとか、そのような特許は今たくさん出てますけど、そのような IoT 特許関連が非常に増えてます。で世の中で一般に AI は弁理士の仕事を奪う、AI は人間の仕事を奪うと言ってますけれども、私はもう弁理士に関しては他の資格は分かりませんけど、弁理士に関しては奪うどころかですね、弁理士の仕事を増やしてくれると本当に確信してます。なぜかというと、技術に関わってる資格料っていうのは弁理士と、他にありますけど技術士とかありますけど、そういった人たちの研究者の特許っていうのを扱うのはもう弁理士だからです。だから今研究者っていうのもとても憧れの職業らしいですけど、子どもたちの間でそれを支える弁理士っていうのも私は非常に今後仕事が増えていくと思っています。で特にですね国際出願をやるとですね非常にお金もですね稼ぐことができますし、国際出願をですね弁理士になったとはやって、でその時どうしても翻訳というのが伴います。海外に明細書を出す時の翻訳ですけれども、そのような仕事は私はやってますけれども、そういう道もありますし、翻訳は面倒くさいと思って翻訳会社にもちろん頼む人もいます。というかそういう人の方が多いです。翻訳はちょっと非効率的だと思ってやらない人が多いです。で、そういう方々の仕事を私がやったりとかですね、翻訳会社に頼んだりとかしてですね、翻訳はちょっとお任せして、そして自分弁理士自分自身は、手続きの方をやるという働き方が多いです。そして今ですね申し上げたように翻訳学校の講師っていうのをやってますし、でここでは本当に非常に受講生多いんです。特許翻訳の受講生今多くてですね、特に女性が多いですね。私が見ている限り海外在住の女性が多いです。で多分お名前がですね外国の方のお名前が半分名字になっているので、多分海外の方と結婚して海外に住んでいる女性がですね特許翻訳を目指している人が多いです。でこちらではですね英日と日英両方の指導をインターネット上で行っています。ですから一応私の講義っていうのはもう世界中のにいらっしゃる受講生に届いているようです。そして先ほど申し上げたように翻訳能力検定試験というのもありまして、こちらの
試験もやってますし、これも自宅で受けられる試験です。翻訳の試験というのはほとんど自宅で受けるんですね。弁理試験のようにどっかの会場に行って非常に限られた時間の中でやる試験とは違って何を調べてもいい試験なんですね。インターネットを検索しながら答案を作ることもできるので非常にいいと思います。ではちょっとスライド飛ばしまして12ページ目になりますが、私のこの奥田国際特許事務所っていうのが東京都港区虎ノ門にありまして、でここはまあ私と夫とその弟でやってる事務所なんですけども、主に扱ってるものっていうのはですね、もう特許が中心です。で今までやった出願をちょっと一部ですねここに、ちょっと明細書を見れるようにしてるんですね。そうするとお客さんがこれクリックして、こういう明細書を書いてる人なんだと思ってそれで依頼来る場合多いんです。でこれ本当のことですけど、営業したことは一度もありません。本当に人のつてでだけ仕事が来てます今。で一人の人に会社にお願いするとですね、そこから口コミでですね話が来るんです。であと私がちょっと書籍を書いてるのでそれを見て来てくれた人もその書籍を片手に持ってきて来てくれた人もいますけど、本当にこう口なんていうか弁理士の人ってのはほとんどまず営業はしないです。営業しなくても仕事を来てるようですし、他の人たちもそして営業逆にしても来ないんですね。ですから運というかですね、運が良くて来るとかですね、そういうことが多いです。で非常にこうソフトウェア特許と電子部品関連特許が多いんですけど、一番多いのはビジネスモデル特許なんです。で後でちょっとお見せしますけども、最近非常に興味深い特許が、しかもこのレックさんに非常にこう今日の講演会にいいなと思うような特許を一つだけ紹介したいと思います。でちょっとスライド13に戻りまして、やっていることっていうのは本当に他の特許事務所と一緒でして、特許出願の代理ですね。そして実用信案も割と日用品が好きなので実用信案なんかも数多くやってます。そして商標も割と多いです。商標の仕事はですね、特許を出した人が必ずその名前を登録したいと言っていらっしゃるので、特許と商標というのはセットで依頼が来ます。で、あんまりこう例えば特許はこちらの事務所で商標はあっちの事務所みたいに切り離しということがあんまりなくてですね、特許も、お願いしたからじゃあ商標もお願いしますというのが多いです。でそれに関連してたまにですけど衣装のですね物品の形状なんかも登録したいっていう人がいます。そして特許出願に伴いその前の段階として調査をしてくださいっていうのが多いです。ただ調査はですね、今特許庁の J プラットパッドという検索サイトでもう誰でもがですね無料でちょっと叩いて検索できるので、あまり調査でお金を請求するっていうことはしていません。ただ調査でも J プラットパッドだけではなくて民間の有料のサイトがありまして、例えばうちの事務所が入っているの NRI サイバーパテントデスクに入っているという野村総合研究所のサイトに入っているんですけども、ここは高額ですけども非常にこう、解析などをしてくれるので調査結果の、こちらも併用しながらやっています。そしてこれはあんまりやってないんですけど社員研修も一応項目に入っています。そしてコンサルティングといってもほとんどこれは本当に一つの会社に行ってコンサルティングをそれだけやるってことはなくて、大体普通は特許出願の絡みでコンサルティングをするんですね。ですからあんまりコンサルティングだけでうちの会社に来てくださいってことはなくて、お客さんとこう話をしていく過程で、うちの社員の社員教育をやってくださいみたいにお願いされることはあります。そして主要取引先なんですけど、ですね、ほとんどはですね
まあ、この野村総合研究所さんの特許をやらせてもらってます。それからですね、そうですね、それとあと岡谷電池産業様が非常に多いです。あとは数多くですね、その知り合いとかですね、いろんな関係でですね、例えば大学の先生の特許をやったりとかですね、例えばお客さんがある会社がその大学の先生と組んで何か特許 の, 共同研究をしているという場合には、その大学の先生にお会いしたり、でその先生 の, また依頼を受けたりというふうに、どん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 こう広がっていっているような状態です。ではですね、簡単なフローをお話しします。これは勉強していらっしゃる方はもうお分かりだと思うんですけど、もうすでに実務をやってくる方は、こんなのも知ってると思ってる方多いと思いますが、まず特許庁に特許出願をする時の代理を私たちはします。そしてそれに対して特許庁から拒絶理由がほとんどの場合来ます。これに対して反論文として意見書を書きます。そしてその結果ですね、で拒絶理由は何回も来るので、ここには一つしか書いてないですけど、何回も来ます。そして、その結果特許査定が出るか拒絶査定が出るかっていうことで、割とうちの事務所はちょっと自慢になりますけど、ひっくり返せることが多いんです。それで意見書を書いて審査官が意見をこう変えてくれたっていうことが多いので、それは一つやはりお客さんもですね、今何でも見れますから、 J プラットパッドでこれは覆してるなっていうのを分かって、そういうことで来てくれるお客さんもいます。であるいは拒絶査定になって、で拒絶査定になった時にはまた今度はこの不服の審判っていうのをします。でその結果特許審決が出るか拒絶審決が出るかっていうことで、これが大きな流れで、弁理士の仕事っていうのはもうほとんどがこの特許出願と意見書、この中間書類ですね、一般には中間書類と言われる、出願から特許までの間の中間の手続きを言うので中間書類と言いますが、そのような仕事をしています。そして私も翻訳者なんですけど、特許関連の翻訳で一番多いのがこの中間書類の翻訳なんです。で特にですね、翻訳が生じるっていうことは、要するにお客さん海外の人が日本に出したものの翻訳なんですけど、それにこう例えば拒絶理由が来ました、アメリカの特許庁からオフィスアクションが来ましたって言ってそれを訳したり、で今度はそれをもらったから、じゃ今度は日本の弁理士としてどういう対応するんだっていうことのまた指示のメールをまた訳したりとか、指示書を訳したり、そして今度日本意見書を出した時には意見書を実際に訳したり、仕事はもう無限にあるわけですね。要するに現地の代理人にメールでいちいちこう指示をしますけど、それを訳したり、でまたその返答が返ってきたのでまた訳したりとかいうことで、年中こう翻訳っていうのが生じます。で私の仲間の翻訳者の特許翻訳をやってる人っていうのはほとんどがこの明細書の翻訳をやってるんです。でところが私はなぜかこの中間書類の翻訳がすごく多く来るんですね。でそれただ中間書類の翻訳っていうのはあんまり他の翻訳者から見るとちょっと割が悪いってよく言われるんです。つまり訳す分量は少ない割には最初の出願書類を全部見なきゃなんないので、労力の割には訳す部分が少なくてあまりお金がもらえないということをよく言われるんですけど、ただ私はやっぱりこうなぜか弁理士登録をしている状態で翻訳会社に登録しているので、なぜか中間書類の翻訳っていうのは、私のところにたくさん来ます。で本当に多い時はもう1週間に何十件と訳した時期もありました。でそのように割が悪いと言われつつもですね、件数は一件一件は少ないんですけど分量はたくさん訳しました。そして意見書を訳したりとか、で今度は拒絶査定不服審判のまた指示のいちいちご指示が生じるんですけど、こんなような内容で審判請求してくださいということについても全部訳します。
でこのようにめでたく突如になりましても、それで弁理士の仕事終わりではなくて、今度はですね、無効審判をこうかけられることもあります。で無効審判をかけられる、こちらがかける代理人としてかける時もありますし、次に、それに対する反論の答弁書を出します。でこちら第三者と書いてあるんですけど、こちらにも弁理士がつくのが普通ですので、特許権者の弁理士だけではなくて第三者の弁理士というのもいますので、こちらの方にも仕事があるわけです。そして、あともちろん特許翻訳者としては、私またこの無効審判の翻訳もありますし、この答弁書の翻訳もありますし、それに対していちいちこうまた代理人に指示するときのメールの翻訳もあります。そして侵害訴訟ですね、次は起こりうるのは、これはよくニュースなんかで特許侵害訴訟があったというニュースをよく聞きますけども、これは弁護士が主体となってやりますけど、ただ私たちの場合今、ある試験に受かるとですね、弁理士と共同受任は原則ですが、訴訟代理人になれるんです。でその試験っていうのがちょっとスライドの一番、私は取ってないんですけど、私の夫が取りましたけど、これ非常に大変だったんですね。この試験を受かるのが弁理士の中で合格率が、半分ぐらいなんです。それで何回も受けている人も実はいまして、しかもこの侵害訴訟代理人のこれ正確にはですね、訴訟代理業務試験っていうんですけど、約半年の研修を受けた後に受ける試験なんです。でしかもそれで合格率が半分、約半分ということで結構大変な試験なんですけど、ただこの試験に受かると、共同代理は原則ですが、特許実用新案、意思を商標、回路配置などなどの、侵害訴訟の代理人となることができます。であともう一つは、この試験を通ってなくても最初から私たちには新決取消訴訟の代理権はありました。で新決取消訴訟というのは、ご存知の方は多いと思いますけど、例えば先ほどのですね、図に戻って、例えばここで拒絶審決が出た、でこれにまだ不服だという時に、今度は知財高裁に行ってですね、その審決の取り消しを求めるんです。でこの代理人に私たちはなれるんです。最初からこれはこの試験通らなくてもなります。あともう一つは無効審判ですね、こちらも審決、とにかく審決と名が付くものの、取り消しの代理人になれます。でもう一点、私たちの仕事としては、ライセンス契約、特許のライセンス契約の、仕事なんかもあります。では次に特許事務所の組織についてお話ししたいと思いますが、これも事務所にお勤めの方はもう当然ご存知なんですけど、私は特許事務所に2つほど勤めてました。でどちらも規模が50人ぐらいなので、50人というと業界ではもう大きい方に入るんですね。ほとんどの事務所っていうのはもう10人以下でやってるんですけど、私もちょっと今回調べてみてびっくりしたんですが、意外に事務所って小さいんですね。10人以下の事務所がほとんどでして、で私が勤めていたこの50人の事務所っていうのは実は大きかったんだなって今気づきました。ただ50人ぐらいいるとですね、ちょうど皆さんがよく言うのは小さな商社のようだっていうんですね。要するにやってることはもう海外との取引で、翻訳部とかがあって、その皆さんの書院の出身学部というのも外国語学部の人が多いんです。でそうすると結構やってることはもう本当に海外との取引ばっかりやってまして、そして私が最初いた事務所というのは、さっきも言ったようにドイツ語を中心で、ドイツのクライアントが 90% を超えている事務所で、コレポンをですね、コレポンというのは海外との通信、コレスポンデンスの略ですけど、コレポンはドイツ語でやりますっていうのがうちの売りだったんです。その事務所の売りだったんです。で当然ですね、
書院の出身学部もドイツ語学科、ドイツ文学の人がほとんどでした。そして翻訳部っていうのがあって、大体これぐらいの規模の事務所っていうのは翻訳の中でやってしまうので、まあ、私たちのようなフリーランスの翻訳者には頼まないので、事務所の半分以上の席っていうのは翻訳者が占めていました。そして出身学部もですね、みんなドイツ語学科で、まあ、理系の方もいましたけど、まあ、文化系出身でドイツ語学部で美術翻訳をそこの事務所に入ってから始めたっていう人もたくさんいました。特に男性の方はそういう方が多かったです。そして女性はですね、翻訳はやらないで海外との通信ですね、レターを書いたり、あと、まあ、その頃ちょっとタイプライターだったので、タイプライターをパタパタとこう朝から打つような音が鳴り響いてました。でそういうまあ、タイプでドイツ語でレターを書いてタイプで打つっていうようなことをほとんどの人はやってました。で大体事務所というのは国際部と国内部に分かれてまして、まあ、英語が割と好きな人は国際部に行くし、もう英語はやりたくないですっていう人は国内部です。そして外内と内外というふうに、もうこの業界用語で言いますけど、海外から日本に入ってくるもの、日本から海外に出願するものと2つに分かれてます。事務所によって言い方が違って、私が2つ目に入った事務所というのは IO と OI って言ってたんですね。つまりアウトサイド、インサイド、インサイド、アウトサイド。しかもですね、それが、商標と特許がさらにそれぞれについてあるので、トレードマークの T と、パテントの P で IT とか IO とかいろいろ複雑なこう言い方をみんなしていて、まあ、ちょっと時々何が何だか分かんなくなるんですけど、まあ、大体外内っていうともうこの業界の人には通じるんですね、何をやってるかっていうことが。 IO とか OI っていうのはちょっと、まあ、一部の人しか知らないと思います。そして国内部、国内の特許だけをやっている部署、国内の商標だけをやっている部署、そして翻訳部があります。でこの翻訳もですね、和英と英和、そして今では英語だけではなくても中国語とかスウェーデン語とかですね、かなりいろんなもう言語の翻訳者が今必要とされてます、この業界で。今一番こう、まあ、もてはやされるのは中国語の翻訳者だと言われてます。そしてコレポン部門といって、このまあ外内内外の人たちっていうのは自分であんまりコレポンやらないので、またコレポン部に出してタイプで打ってもらったりしてました。そして管理部門というのは、これは期限管理をする部署ですね。特許の場合年金制度があるので年金の管理をしたりとか、あと当時はもう特許庁に直接持って出願、書類を直接持って出願していたので、まあ、その期限管理ですね。あとは会計部門といって、これはどこの会社でもあるような、経理です。 それと受付業務と、大体このように分かれています。で次のパターンとしては、もう完全に特許と商標、衣装で分けてしまうような事務所もあります。さっき の最初の方ではですね、この IO だろうが OI だろうが、とにかくもう特許は全部特許商標全部 IO、IT、内外外内で分けちゃうのと、この2つ目の例ではもう特許とか商標、衣装で分けてしまうとか、いろんな分け方があります。であとはクライアントごとに分ける事務所もあります。まあ、A 社の担当はこの人で、その人はもう特許だろうが商標だろうが衣装だろうが外国出願だろうが全部やるんですね。であとは、まあ、2つ目の事務所では訴訟部というのがあって、まあ、弁護士の方がいらっしゃって特許訴訟をやってました。そして最近うちの事務所で特許になった例で、非常にこの今日の講演会にマッチした内容をちょっとご紹介したいんですけど、株価影響判決予測システムというのをこれ特許にしました。でこれは株価が、株価に影響しそうな判決
というのをなかなかその法律専門の方ではよくわからないので、これを定期的に通知するというそういう特許で、この特許はですね、分類で言えばビジネスモデル特許に入ると思います。 IT 特許ですね。でこのようにですね、ちょっと読みますと、特定の判決によって株価に影響が生じる具体的な銘柄を一般投資家に提示する技術の実現ということで、このシステムはですね、例えば今継続中の裁判の事件番号、事件名、原告被告を備えた裁判情報を格納しておく、そういうメモリー20があるんです。そして、ここから抽出した、記事情報記憶部、いろんな記事ですね、法律に関する記事をから抽出した裁判記事を、抽出して、そして記事ごとに勝敗を判定して、つまりこの、いろんなこの記事の中でですね、この訴訟は勝てそうか負けそうかということは、例えば誰かが発言したとしたら、その発言をもとにですね、勝敗をこう判定するんです、システムが。でそれを解析して、記事情報を解析する解析部とか、これを集計して、そして、株価に影響が及ぶ銘柄を特定し、そしてウェブサーバーで送信する、そう予測部などを備えた、そういう特許というものです。で大体私どもの事務所ってこういう仕事が多くてですね、こういう図面を書いたり明細書を書いたり、そしてこれを外国に出したりとか、こういう仕事をやっております。でこの明細書の中で ある文をちょっと抽出してきたんですけど、例えばある裁判関係の記事のテキストの本文中に24は12345という事件番号が記載されているとともに、行為オツの具体的な当事者名が現れていた場合、記事情報解析部は事件番号 T に、裁判情報記憶部から裁判情報を抽出し、そしてその原告名として項が記載されている場合には記事中の項を原告に置換し、被告がオツと記載されている場合にオツを被告に置換するというものです。で例えばこれを私ちょっと訳してみたんですね、翻訳者として。で例えばこれ外国に出す場合どうやって訳すのかっていう、私のこう訳が右側に書いてあります。で私たちの仕事テーマもこういうことをやっております。そして大体こう明細書の構造っていうのはですね、このスライド22にあるのは非常に簡単なネズミ捕り装置の、明細書のクレームなんですけど、このように日用品も扱っています。そして23番に行って、明細書の書き方としてはもう書いて補助していらっしゃる方もいると思いますけど、この発明は何々にかかり、特に詳細には何々に関するという書き出しから始まりまして、背景技術はとか、今背景技術を書くのが義務になっているので、先行技術として先行特許を、特許庁の J プラットパートで調べたり、いろんなウェブサイト、雑誌記事などを書きます。そして、今までどういう問題点があったのか、今までのネズミ捕り装置にはどういう問題点があったのかということで、コストがかかっていたりスペースがかさんでうまくネズミを捕獲できないという問題があった。でそこで、何より問題なのは、一旦ネズミがこの筐体内に侵入すると両側の扉が閉じた後は、扉が固定してしまうため、複数のネズミを連続的に捕獲することができなくなるという点にあります。それでこのような発明がされたということで、このネズミ捕り装置はですね、中に鏡がついてるんです。でそうするとネズミが鏡を見てですね、他にもたくさんいるんだっていうことで、あとピンク色のちょっと部材、ここには書いてないんですけど、ピンク色の部材があって、ネズミっていうのはピンクを好むので、それにつられて入ってしまうとかですね、鏡をつけたとか、そういう点が特徴あります。でこのような図面を書いたりもします。そして、スライド26番に行きまして、私たちの合格後の、
進路としてはですね、まず文化系の人は理系の大学、大学に行く人が多いです。で、私の場合はそのさっき言ったようにドイツ語学校に通いました。それから他の資格を目指すということもたくさんみんなしています。で、知財検定であったり知財翻訳検定というのも今あります。それから工業英検ですね、あとトイックですね、あと英検、電検三種など技術系の資格を取る人もいます。または今多い人は留学をして向こうの資格を取るという人も多いです。それから法律の勉強、理系の人はむしろ法律の勉強をします。そしてちょっとですね、ここのスライドには皆さんのところにはないんですけど、ちょっとマクロを紹介したいと思います。私の翻訳者仲間でマクロを作ってる人がいまして、特許の仕事に役立つマクロっていうのを開発してくれてるんです。そして本当にこの人が作った、新田さんっていうんですけど、新田純也さんっていうんですけど、新田純也さんの作ったマクロっていうのはもうものすごくたくさんありまして、何十種類ってありまして、で販売しているのもあるんですけども、最近ですね、この方は無料でみんなのために公開してくれて、で一番みんな特許実務をやっている人が使えそうなマクロとしては、このように明細書に段落番号ついてますけど、こういう今番号がバラバラになってますけど、これは連番にしてくれるマクロを作りました。それをちょっと今やってみますと、ワードのアドインのベリー便利なマクロ集というものがありまして、ここで段落番号連番というところをこう実行しますと、このように今分かったと思うんですけど、緑のラインマーカーがついたようにですね、このように連番にしてくれます。これ本当に一瞬でできるんです。このベリー便利なっていうところをやって、これだけマクロあるんですね。新田さんが作ってくれたマクロっていうのは、これ全部無料で公開してます、彼のホームページで。でここの段落番号ちょっともう一回やってみますと、最初こうやってバラバラになってたのがですね、ここをクリックしますと、実行するとこうやって連番になって、しかもマーカーがついてます。でもう一つですね、私が感動しているマクロがありまして、これはこうやって明細書に図1話でもっと飛んで、次のもっと先の段落で図2話、図3話ってこうやって図面はこの図面はどういう図面であるって説明する文章がこうあっちこっち散らばってるんですけど、これをですね拾って、この文章だけを拾って認識して拾ってくれて、図面の簡単な説明を作ってくれるっていう、そういうマクロがあります。私たちも明細書を作っていると、図面の簡単な説明って意外に、形式的な文章ではあるんですけど、面倒くさいなって思うことが多くてですね、それはこのようにですね、これもですね、先ほどの今度は図面の簡単な説明、ここ実行しますと、このようにですね、今赤字で書いてある図1何々図である図に行って、こうやって拾ってくれてるんですね。これ今一瞬でこの赤いのできました。ちょっともう一回やってみますと、これもう一回消してやってみますと、このラインマーカー引いてるのは、私がその図1図2とかこういう文章ありますよってちょっと皆さんに強調するために言って、普段はマーカーなんかついてませんけど、これをですね、明細書を書いていて、このように図面の簡単な説明っていうところを実行するとですね、このように一瞬で図面の簡単な説明がこう作ってくれるんです。で、ただこの時必要なことは、図面の簡単な説明ってこうやって段落番号を書いておくってことが必要なんです。これがないとですね、なんかエラーメッセージが出ます。それでただこういうふうに作っておくとですね、このように一瞬で作ってくれます。で、新田さんのマクロ他にもたくさんありますので、ここにベリー便利なマクロ集っていうので検索していただくと、皆さんも見れると思います。ダウンロードできます。あといろんなですね、例えばですね、これ英文についてもあるんですね。段落番号
今日本文で整列連番にしてくれましたけど、英語の方もこうやってありますし、アウトライン表示をしてくれたりとかですね、いろんなものがあります。最後にまとめっていうことで、私 の、 事務所の所在地がですね、港区虎ノ門で、何かございましたら、この港区虎ノ門 の、 この方に言っていただければと思います。メールアドレスも書いてありますので、よろしくお願いします。もし何かご質問あったら、こちらの方にお願いします。